浜比嘉島の東集落で10月にオープンしたのはラーメン店チュラモンセンです。京都市で3店舗のラーメン店を経営している山口明弘さんが空き家だった古民家を自力でリフォームして開いたもので、この日は噂を聞きつけて訪れた浦添市の老人クラブのメンバーらで満席となりました。妻の明美さんと2人で切り盛りするこの店の看板メニューは、鶏ガラスープに酒かすを合わせた酒かすラーメン。訪れた人は沖縄では珍しい深い旨味の一杯に舌鼓を打っていました。浜比嘉の新鮮な味がするような感じで良かったです。はい、浜比嘉島から沖縄全土に広がるってなったらいいんで、なんかそんな、夢を持ってます。浜比嘉島で初めてのラーメン店、地域の活性化につながると期待が寄せられています。